Oh. That blue one there. That's the Wonderful World of Ploys, isn't it? Oh! Aha! Okay, there we go. Cheeky little shits. God damn, see? Gotta learn about sweethearts now, I guess. Roar the Great Three! この争点に浮かれて、ついタイトルコールを叫んでしまったっす。しかし、指定場所に来たものの、アリスさんの姿はなし。時間と場所は合ってるはずなんすけど、もう一回タイトルコールしてみるっすか。いいえ、その必要はないわ。Oh. 私は昨日からビバーク中なのだから。I kind of thought you would just tell him to come here as a joke to get rid of him.アリスさん。Oh, alright. なんすかその完全装備。ファッションから入るなんちゃって登山家。アマチュアバード。Oh. Okay. ピッケル。山を甘く見ないことよ。渡り鳥が山越えをするとき、何割かは越えられずに脱落死する話を知らないのかしら。Did you know? 油断すれば即デッド。隙あらばこれキリング。それが。神々の住まう頂への礼儀と知りなさい。つまり、いつもと何も変わらないってことっすね。Okay. 繰り返すわ。山と私を甘く見ないで。今日はいつもの2倍はやる気に満ちている。やっべえ、なんかスイッチ入ってるっす。あ、crikey, mate. さあ、なぜなにプロイの時間よ、ロビン。今日は気分がいいから。とっておきの話をするとしましょう。ああ、ついに来たっすね。三大プロイ、グレートスリーについて。アリスさんの母上の、そのまた母上の、そのまた母上の。とにかく初代っすね。初代の頃から伝わってきた三つの奇跡。それが三大プロイ。はじめの魔女が作ったとされる偉大な賛否。橋の巨人テムズトロル、月の油フラットスナーク。三つ目はあれ、何だったっす。最後の一体はまだ秘密よ。ああ、今回はテムズの話をしましょう。ネーム、ブリッジ・ジャイアント。元になったマザーグースはロンドン橋。Original form. ロンドン橋落ちた、落ちた。ロンドン橋落ちた。Yeah, the London Bridge. My Fair Lady. Manifestation size suppression varies with summoning sight. Weakness can only be summoned near a river. No matter the golem size, it will cease to function if its original form is broken. Yeah, you can make a giant thing, but if that original figurine breaks, it's all gone. 日本語訳されて音楽の教材にもなっているから、知っている人も多いでしょうね。別名デオチトラルっす。こいつ、ザコ相手にしか活躍してないっすよね。Okay. 相手が悪かったのよ。それに、私との相性も悪いし。実は私、テムズをうまく使えないの。I don't know. Used it twice, and it did pretty well until Bayo happened. 私が権限させられるのは2段階目まで。3番目と4番目の歌詞は、未知の領域よ。3番目と4番目って何すか。 It has additional forms. ロンドン橋の歌詞。火と土は流される。レンガとモルタルは崩れてしまう。鉄と鋼は折れ曲がる。銀と金は盗まれる。テムズはロンドン橋のプロイだけど、時代に沿ってそのあり方を変えてきた。だから今はマザーグース通り4種類の姿がある。ウッド、ストーンの他にまだ先があるんすね。でもいいすか、こんな簡単に奥の手をさらしちゃって。Until the sequel! Yeah, we'll see. ロンドン橋の歌詞なんて今時調べれば誰だってわかるのだし。そもそも私、どうあってもストーンまでしか使えないわ。
ネタをばらしても支障はないでしょ。どうして使えないんですか。私、人間の文明社会に興味がないもの。私の収集世界にある橋は木と石まで。So it's like a mental block then. I want you to get the steel and just accidentally turn it into the Fuyuki Bridge. Yeah. Fuyuki Bridge Troll. 無敵のアリスさんにも弱点があったんすね。あーいや、振り返ってみればそんなに無敵じゃなかったっすね。アリスさん負け星の方が多いっす。自分と恐ろす。でも風の噂によるとテムズトロルは世界屈指のゴーレムと聞いたっすよ。最高級のテムズトロルはどれくらい強いんすか。そうね、テムズを最後まで建築できる魔女がもし現代にいるのなら、そのテムズは奥の手を出し切った青子でも倒しきれない踏破不可能の橋になるでしょうね。産業革命時のスモッグ都市ロンドン、その異名を上回る都市の巨人として権限するのだから。へへへ、また大きく出たっすね。都市、都市っすか。Does it matter? 口だけなら何とでも言えるってやつ。 Yeah, we're never gonna see it, really. ハリスさん、その見栄っ張りで負けず嫌いなところ直した方がいいっすよ。親愛なるプロイからの涙の忠告っす。ありがとう。それじゃあ早速性格改善に付き合ってもらおうかしら。まずは口だけならというところから。出番よテムズ、あなたの力を見せてあげなさい。出落ち出た。出落ちの体の上だったっす。初めから自分に逃げ場はなかったっす。 Okay. そうよ、だから言ったでしょう、山をなめるなと。いや、そういう意味じゃなかった気がするっす。Sponsor. I don't know. Something in Japanese. Not Fuji. I don't know. One more. This is Echo. Huh. Okay. Flat snark time. Oh. It's Chiyoko. Okay. Magic castle in the mist. Flat snark.They made a movie, all right. この映画、字幕が出てないっすね。自分ちゃんとセリフあるんすけど。知ってるわ。でも耳障りだったから。私権限で編集さんにあなたのセリフだけカットしてもらったの。グリート。もう何もかもアリスさん中心なんすね。自分だけサイレント映画の気分っす。2体目っすね。2体目ね。誤解されそうだから言っておくと、スナークの本体は液体よ。スナークの2つな、月の油っすね。フラットスナークの名前は誰がつけたんすか。あなたもよく知っている彼女だけど、私彼女と仲良くなるまでクロイに名前をつけていなかったから。強い順とか思い入れがある順を1番、2番と呼んでいただけだったの。順番？番号じゃなくて？名前をつけないグータラ。いや、シンプルさはアリスさんらしいっすけど、なんで順番？だって番号をつけても混乱するだけでしょ。どれが強いか、どれが好きかなんて日によって変わるのだし。だから気持ち次第でその日ごとに順番は違ったわ。1番はディドルが鉄板。Why on earth were they number one? テムズは大抵3番か4番だったわ。Because she liked it the most, I guess. I guess. ああ、思い出した。彼女とプロイで遊んでいるとき、
それで困ったことになって。アリス、明日新しいパパがやってくるの。だから6番のプロイを貸してちょうだい。私をお目指して出迎えたいの。そう言った彼女に、私その日は気分的にこれは6番目と決めていたクロイを貸したわ。That day. もう大体分かったっすけど、一応聞いておくっす。それは何のプロイだったっすか。後に彼女がゴブリンフロンと名付けるようになった香水よ。その香水をかけると一日悪口とスラングしか言えなくなる。その後、彼女はプロに名前をつけるよう提案してきたわ。なぜか涙が起こった。Yeah, I wonder why. Gee, real mystery that one. これはスイーツハーツ。これはスクリプスハンプティ。これはディドルディドル。これはフラットスナーク。いい？これからはこの名前で統一するのよ。名は体を表すというでしょう。私、そんな変換間違いのような名前より、その日の気分で分けた方が楽でいいと思ったのだけど。Shouldn't they have already had names, like especially the Thames Troll and Flatsnark? I would think. あんたの気分なんて他人には分かんないし、その度に私の運命が狂っていくことをもうちょっと気にしてちょうだい。それに近い将来、こういう名前がトレンドになる時代が来るから、絶対。すぐに飽きられるだろうけど。なんで、どうせつけるなら生かした方がグッドでバッド。せっかく私たちだけのオリジナリティなのよ。ポッ、それ以来、私はクロイを名前で呼ぶようになった。いちいち名前を覚える手間はあったけれど、クロイを間違えることはなくなったわ。まさに、コロンブスの卵ね。なんていう発想の柔軟さ、斬新さかしら。時々思うのだけど、あの子は天才ね。ドキドキ。I don't know. I heard that. そうっすね。自分も思うんすけど、アリスさんって時々すごくバーカーですよね。Wow. やられてしまったわね。Ouch. 油なだけによく燃えるっすね。スナークはどんなプロイなんすか？ Dead, unfortunately. Thanks for reminding me. 本編で大体のあらましは語っているわ。細かなデータは。Yeah, do we get like a stat page or something? Here we go. Name, oil of the moon, original form, oil, components. Said to be belly fat from a nomadic god dating back to the age of gods. Manifestation, oil floating. Like a membrane over the night. Hides its true form with clouds and fog. Yeah. Weakness, fire! Yeah. その貴重な油を青子さんは燃やしてしまったと。これ、なんとか戻せないんすか？ You go back in time to the age of the gods and you find a wandering god and steal some more belly fat. 残念ながら不可能よ。この時代では、スナークを生成することはできない。こうして貴重な文化遺産は、人間だけで生きている野蛮人に壊されていくんすね。Some people just want to watch the world burn, Robin. That's Alka for you, just laying waste to civilization. しかし、出落ちに続いてスナークもこのざまとか。何がグレート3っすか？甘え。グレート3は甘え。しかし、自分やるプロイっすから、参拝を有効利用するっすよ。おーい、外の店員さん。この残った油でとりあえずフライドポテトでも揚げてくれ。あら、あなたにしては名案ね、ロビン。それじゃあ、私はフライドチキンにしてもらおうかしら。外のメニュー、ホットドッグとポップコーンとポテトしかなかったっすよ。You don't know, there might be bird in the hot dogs. 自分映画館はまず飲食店のメニューからチェックするはずから。
だいたい映画館でフライドチキンとか匂いがブライス。他のお客さんに迷惑。I hope nobody's sticking like a Bic pen in their fried chicken. That'd be weird. 知っているわ。でも安心して。私、お腹は空いていないから。I'm not actually hungry. I just want them to fry the bird. Never said I'd eat it. Hey, 食事として頼むわけではない。Oh, you want a bet? Well, 高温で全身まんべん。Wouldn't I? 毛先から毛穴まで茹で上がるのは初めてなんじゃないかしら。Yeah, is he collecting tiger stamps too? コレクションが増えたわね、ロビン。Oh my god. You're not doing a good job of declining. Aga wa koko made no yo ne. Douji jōen no aru gekijō mo saikin wa hette kita wa ne. Yeah. Saigo ni 3 tai me no shōkai wo shitakatta kedo.それはまたの機会。Yeah, of course. I wanted to introduce the one that we haven't shown. 長かった本編を楽しんでくれた皆さん、すぐ終わるようでなかなか終わらなかった番外編に付き合ってくれた皆さん。Depending on your choices. 魔法使いの夜はこれで一旦の終了となります。続きはまたいつかどこかで。旅する星がスルリと落ちて。あなたの胸に輝くときに。それでは、長らくのご視聴ありがとうございました。Annabelle. Sponsors. Pinktrude World Tour. Okay. Maybe that's Rydell's, like. Yeah, it must be Rydell's thing.Okay. All right. We actually done. Have everything done. Book. All stories complete trophy. Wait. There we go. We'll finish here. Trophy, there we go. Did I plat? I probably platted. I can't imagine there's any achievement I didn't get. Right? Yeah, I can't imagine anything else. You should have it.